鯖江市多機能型健康福祉施設新名園は、福井県鯖江市にある健康福祉施設である。通称は、新名園。鯖江市の新名地区に位置する多機能施設であり、客室数19室、宿泊定員83人の宿泊施設を中心として、会議室や体育館などを備えている。 広さ12,024.76平方メートルの敷地内には、鉄筋コンクリート造りの2階建てで延べ床面積が2,817.09平方メートルの本館や、鉄骨鉄筋コンクリート造りの2階建てで、延べ床面積が1,770.76平方メートルの体育館など、計4棟の建物がある。新名園は、鯖江市が、 サバエシタ機能型健康福祉施設新名園設置及び管理に関する条例に基づき、福祉サービス向上や市民福祉増進などを目的として設置している施設であり、施設の管理、運営は指定管理者制度により、2008年4月1日から2013年3月31日までの指定管理者に選定された社会福祉法人福住園が行っている。 厚生年金新名園と新名駅周辺の約二百五十メートル四方を写した航空写真1975年度撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成さばえし多機能型健康福祉施設新名園の前身である厚生年金新名園は1975年10月15日に 開業した厚生年金老人ホームであり宿泊施設のみを備えた短期専用施設であって社会保険庁が設置し財団法人厚生年金事業振興団が運営していた建物は株式会社木村建築設計事務所が設計を担当して1975年9月10日に竣工している2002年4月1日に 厚生年金福祉施設へ愛称が一斉導入された際に愛称としてウェルシン名園が付された。2004年3月11日に開かれた与党年金制度改革協議会において年金改革の一環としてすべての年金福祉施設を売却または廃止すると決定されたことにより売却の対象となった新名園は2005年10月1日に 社会保険庁から年金福祉施設の売却を担当する独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構へ出資された。新名園の管理、運営は整理機構への出資後も振興団により行われていたが、振興団から整理機構に対して管理委託を返上する申し出があり、 2006年3月31日をもって新交団による運営が終了することとなった。整理機構は新名園の閉鎖を回避するために4月以降の新たな管理委託先として社会福祉法人副受園を選定し新名園は副受園の管理運営によって2006年4月20日にリニューアルオープンした2006年2月23日に 新名園の活用を考える会が、澤江市の積極的な関与による、新名園の存続を求める22,985府での署名を、澤江市長へ提出したことなどを受けて、市は、新名園の取得に向けて動き出した。相対取引による、新名園の売却を求める市に対して、整理機構は、一般競争入札によって売却する方針を変えなかったため、 市は、多機能型健康福祉施設整備事業を実施して、新名園を収容することとし、土地収容法に基づく事業認定申請書を福井県に提出した。2007年2月23日、県が整備事業の事業認定を行い、福井県告示第108号で告示したことから、市が新名園を収容できることになり、相対取引による売却が実現した。 新名園は、整理機構から市へ2億765万8000円で、売却され、売却額の内訳は、土地1億6024万円、建物4516万円、消費税225万8000円であった。2007年7月1日、新名園は、鯖江市の施設として、営業を開始し、また同日施行された。 サバエ多機能型健康福祉施設新名園設置及び管理に関する条例により、新名園の正式名称は、サバエ多機能型健康福祉施設新名園となった。施設の管理、運営は、指定管理者制度を導入して、民間団体へ委任することになり、 2008年4月1日から2013年3月31日までの指定管理者を募集したところ、サバエ市の福寿園と越前市の青山観光サービス株式会社から応募があった。サバエ市多機能型健康福祉施設新名園の指定管理者選定委員会による審査の結果、福寿園が指定管理者に選定され、2007年12月に 開かれたサバ市議会第365回12月定例会での議決を経て正式に指定された。ありがとうございます。